今日午前6時35分ごろ、富山市上滝で公民館の屋内でラジオ体操をしていた70代の男性3人が外に出たところで熊に襲われました。消防によりますと、男性3人のうち1人は熊に顔を引っかかれ重傷を負いました。他の2人は足を噛まれ怪我をしています。いや、こんなところに出る番かな、怖い言えば怖いですよね。猟友会などがパトロールしていますが、熊は見つかっていません。富山県内では熊による人身被害は5日連続で、今シーズン合わせて17人が重軽傷を負っています。